はい、次のクエスチョンに出てくる、はい、キャラクターなんだなんだ、フレディ、おエルム街にいるフレディ大好き大好き、それから貞子です、あのリングの貞子、貞子、これどっちもちょっと難しい、はい、それでシチュエーションです、はい、あ、そうだシチュエーションだ、どちらの方がよりマシか、フレディの悪夢を見る、うん、もしくは貞子の呪いのビデオを見る、これやってもどっちも、さあ考えてください、あ、これはね日数の問題だわ、あとリングは分かるけど、うん、エムル街の悪魔は名前しか知らなくて、エルム街は寝れなくなっちゃうの、こっちがもう寝ちゃうと襲ってくるの、そうで夢の中で殺されたら現実でも殺されちゃう、ええー、だから寝れない勝負がやばいのこれ、後半部がやばいんだよね、寝れない勝負やばいね、でも貞子はこっちも期限があるから7日間、7日間一緒だね、でもワンちゃん助かるのは貞子だよね、うん、え、今ってどうなってんの、最後結局死んだ、そう死んじゃう、日本のホラーの怖いとこって生かしてくんないんだよ、あー確かに、でも海外のって主人公だったら生かしてくんない、あー確かにフレディに勝ってるし何回もなんて、そう前さマセさんのさ、うん、プレゼンでさ、うん、どうやってさ仕留めた話あったよね、テレビとテレビくっつけて、くっつけて一生ループさせるいいねいいよね私なんか霊感がある知り合いは、こういう貞子なんてこうやって戻せばいいだけじゃん、いやそれはやばいでしょ、こうやって頭をつけて、いやあんなんズンって戻せばいいんだよ頭こうバカ言えよと思ってくれ、ミキネ貞子の話だったとか急にテンション上がったよじゃあ私本も読んでるし、うん、リング の, その次の螺旋とか、うん、回して、うん、全部その期限とかを知っていけるじゃん、うん、確かに見てるから、うんうんうん、深いんだよね、深いね攻略できそうだよね、そうミキちゃんさえ隣にいれば、あの貞子を攻略できそう確かになんだったらだってデジタルの世界、そう、あそうだね、0と1の、うん、コンピューターの中の話だから、うん、バースデーはね、ちゃんと、うん、どっちも自殺するんじゃない、その前にもうしんどすぎて、うん、あ持たない、持たないんじゃない、だってフレディに関してはさ1日目は大丈夫じゃん、1日目で殺される人いないじゃん、うん、でも2日目ぐらいからもう寝たらやばいってなってさ、注射とか打ってさ、うんうん、私フレディ好きすぎてさ、フレディ夢に出たらさご褒美じゃんとしか言わないでもそれはごめん分かるなんで何がそんなにいいの、いやもうかっこいい、これかっこいいな、フォルムが、あそういうこと、フォルムが、あとね冗談が面白いんだよね、そう、ちょっと借りるわ、美意識が高いの、高い、もうなんかこの帽子をねかぶるだけの、うん、そのシルエットで同じ帽子をかぶってるそのキャラクターとして、うん、私はインディーがねすごい好き、うん、あそうかぶってる、インディーなんかよりかっこいいと思ったことがあったわかる、あといつも、ね、出てくるときはシルエットなんだよね、そう、ボコが刺してるのかな、めちゃくちゃかっこいい、あとあの単純に面白い映画が、あ面白い、なんかホラーではない気がする、でももう途中からコメディだと思ってきちゃって見ちゃって、これ殺人者なんだよね、だからね、なんだけど凝ってるね殺し方が、お夢の中でいろいろね、その人が嫌な夢を見せる、そう、えげつないっちゃ一番えげつない、そう一番怖いものを見せるっていう感じ、その点貞子はねテレビから出てくるもん、怖かったもんね逃げらんないんだよな貞子な、逃れられないんだよね、そう、うん、主人公でも殺されちゃう、そうそうだよね、そう、うん、これどう殺されるの、でも呪い痛くないんじゃない、ぶっちゃけでも死に方はなんかそれぞれだった、うん、そうだよね、だから目が上向いちゃってみたいなね、そうあれ貞子の方がぶっちゃけ、あでも心臓発作だと思う、苦しいかも、でもう本当にこの世のものとは見えないようなものを見た恐怖を感じてるから、うわそつらな、よほどの恐怖で死ぬわけじゃん、うん、心臓発作起きるぐらい、そうだよね、うん、あ待ってそれ死に方が怖いもん、選べなくなっちゃったもん、うん、えこれ岩城さん無理っすよ多分選べない、だからマス君の新しい案テレビとテレビを試す価値がある、試すか、失敗したら失敗したらもうダメ、失敗して僕の部屋にテレビに来いだよ分かった、じゃあそれかかやこんちにテレビを持ってって、ああかやこんちまたさだかやじゃん、もう完全にさだかやバーサスムーショってバーサスのやつ、あれ余計強くなっちゃうね最後ね、最後ね合体したからね、そうだね、なっちゃうんだよね決め、僕は決めました、決まった、ちょっと待って、これでもね、決めた、決めた、嘘、決めた、はい、それではマシですよね、
そうです。どっちがマシ？どちらよりマシか。はい。はい。それでは札をどうぞ。割れましたね。また割れた。しかもまたこのチームだよ。ちょっとじゃあまた再討論お願いします。じゃあ、はい、じゃあそちらからお先に。いやもうね単純にねミキ姉が言ってくれたんだけど、もう本当割っちゃこっちのまださ。でも可能性はない？助かる可能性が。まあ、いろんな方法を試せる。そう、試せるっていう。マジで僕、何日間でね。そう。何日間。あの、寝れるだけいいなと思った。うん、こっちマジ寝れないから、どんどんさ、視力。視力じゃ何だっけ？思考ね。あ、思考。視力。でも視力もなってくる。なってくるでしょ？おかしい。それを言いたかったんだ。あとさ、ビデオテープだから、今の時代、ビデオテープ見なくて。あのガチャっていう。でもなんか動画ダウンロードとかじゃなかったっけ ?3D は。あの、最後のやつは、YouTube でも YouTube だ。いや困る。YouTuber になる。YouTuber になる。そうだっけ？助かる可能性はワンチャンあると思うんだよね、貞子は。そう、だから寝れない恐怖の方が私は強くて。そう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 。話を聞いてて。したら、貞子の方、1週間もたないもんね、フレディじゃん。かなと思った。あとちょっとその鏡合わせをやってみたいっていう、うん、ああビデオテレビ2つ置くこれあとね、あとねもうあれ、あやのちゃんは理解できると思うけど、うん、フレディに残ってほしかったの僕は。これはわかる。それはわかる。そういうことなの。それはわかる。あやのちゃん札を考え直してねこれは僕会心の一撃だと思うな。そう、フレディが残るところ見たくない？ファンとしてね。そう。でも私どっちがマシかって言われたら、うん、ただフレディ好きだからマシですってなって。あ、そっちの方か。そうなの。じゃあ男と女じゃん。待って待って、それそれそれ。ちょうどいいか。私は女じゃん。うん。でフレディなら私は落とせる自信。すごい。結構色気でもいけるよ。いけるじゃん。結構話わかるじゃん、うん、この人。ミキさんおかしいんだよねさっきから。そう。話ができるかどうか。インテリだから。そうそうそう。そう。だからうまく誘惑できる。でも女は女に厳しいからね。ね女を許すなんてこと絶対ない。フレディと会話して。いやいや、ここ大人会じゃないから。フレディと会話して。わかる、うん、フレディを落とせなかったらその場で行かれるじゃん、うん、なんか自信がない私は。でもそのチャンスがない。あ、そうか、ワンチャンは確かにね。フレディの合わせと一緒だよ、うん、やってみる価値はあるでしょ。私は自信がある。それはそうか。それにそれはそうか。なんだろう、例えば貞子ってさ、いろんな人に見せれば呪いをこう移せば自分は助かるって言うやつだけど、そう、それなのよ。あのさ、友達との縁は全部切れていくよね。そうだろうね。多分回り回って、じゃあみんなもう貞子っていう存在を知ってて、じゃあ7日間で誰かに見せます。で、きっとまた7日間で回ってくると思う。回ってくるね。ずっとその永遠のループだと思う。うまくね。しかもうまくやってくるね。そうそうそう。でも、フレディと戦うのであれば、友達とは共闘ができる。共闘してるね、みんな。と思った。確かに。まあ、それは。周りを誰も敵にしない。それ平和。ちょっとモラルに。死ぬかもしれないけど。いやね、一人ぼっちで死んだんだよ。確かにね、一人だね。周りを全員敵に回して最後ね、死んだ後天国行きたいんだからね。確かにね。友達は巻き取っちゃダメよ。いや、でもあれじゃん、大人会でみんなでフレディが残るところ見たいじゃん。残るところ見たいけど、それちょっと邪道だな。もう逆の発想でいったの。最強、最強。ほんとね、見たいけど、見たいけど、でも見ようよ、見ようよ。いや、いや、フレディの方がマジ。私フレディの方が怖いって。怖いよ。え、これちょっとマジでちょっと譲らないやつだ。そしたら天の声、天の声、天の声お願いします、はい、天の声お願いしますよ。あの、ではやはりこれ票は変わらないということですか？変わりません、変わりません。それまで天の声が決めても、ちょっとあれさせて、あ、反論わちゃわちゃ言いました。わちゃわちゃ言おう天の声に。まあ、でも決まってます？悩んでます？ではですね、はい、あの、私が1票、お願いします。どちらの方がマシ、まだマシかなという方をですね、選びたいと思います。はい、私は貞子です。おお、あ、その心は、その心は、まあ、やはりあの貞子はですね、あの、他の人に見せれば呪いが解けるということですし、やはりあのモンスター的な強さで言えば、やはりフレディの方が強いので、ええ、私は貞子の方がまだマシだと考えました。素晴らしいな。あ、マジで受け入れられました。お口じゃこの2人に勝てないからね。そうなんだよ。勝てないよね。頑張れよ。権力っていう力を今最終目的。これが
最強だからね。剣の声が弱いから。そう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 。下がります。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、残ったのは？残るのはフレディ。フレディ。ミザリー。ミザリー。ダミアン。ダミアン。レザーフェイス。これバラゲーだな。いや、これ人間が残ってる。人間すごいね、ミザリーすごいね。すごい。三人か。頑張ってる。三人人間じゃない？あ、レザーフェイス。うん。で、ダミアン。ダミアンは悪魔だからね。そうか。じゃあちょっとここが怖いね。はい、では、はい、次はあのトーナメント形式で。はい。なんで簡単に勝負作んないのか。またあの残ったキャラクターでお題を出していきます。シチュエーションだ、そうだ、シチュエーションだ。はい。それでは、はい、次のキャラクター対決はレザーフェイスとダミアンの選択です。これバラけたな。はい。もしも家族にならないといけないとしたらレザーフェイスとダミアンどちらを選びますか。簡単。え、嘘。簡単。え、でもレザーフェイスと暮らしたらそういうの食べなきゃだよ。わかんない。どっちにあげるかまだわかんない。絶対できない。どっちだって。マシな方ね。マシな方。家族になりたい方。なりたい方はいないよ。ダミアンって家族もやばいんだっけ。家族は普通なんだっけ。年も忘れてる。大事なシチュエーションだ。年によ、年によ、年によ。だってみんな怒っちゃいけないんだよ。ダメだ、子供の頃だからね、うん、子供の頃のダミアン。子供の頃のダミアンでいいんですよね。そうですね、うん、はい、子供の頃のダミアンです。でも家族になるんですから、はい、大人までもね、どんどんどん家族っていうことは、じゃあ兄弟なのか子供なのか、なのかみたいな、夫婦なのか。あ、そうそうそう、うん、そうですね、そこはご自由でいいですけども、うん、とにかく家族です。はい、わかりました。きつっ。マシ、わかんないな、マジで。全然簡単。マジ、うん、じゃあ一応、まあ、うん、うん、まあ決めました、うん、はい、まあ、決めるしかないな、これは。はい、はい、はい、それでは皆さん札をどうぞ。また割れました。割れた。あ、これ逆に、え、うちらが、あ、あれだ、レザーフェイスだ、うん、レザーフェイス。2人はダミアン。え、なぜその選択が出た。え、顔を見なさいよ。違う家族になるんだよ。みんな、しかもこれ顔じゃないからね、みんな。でも顔したらギクチョクチョだからね。可愛いじゃない、基本的に。可愛い、純粋に子供としてだったら愛せるなと思ったの。それね、我が子で、あれ、養子であれ、多少666って朝があるぐらいだったら愛情は変わらないなと思った。666の朝を多少とは言わないよ。愛せるか愛せないか、自分の子供として愛せるか愛せないかだったら、うん、私はダミアンの方を愛せると思ったの。あ、まゆみちゃんじゃ子供って言うんですよね。そう、子供と思って。まあ、私も子供っていう、やっぱりタレントにできるよね。ママタレ、呪われるよ。最終的にはこの人政治家になるから、うん、売り出していける力ある。優秀なのよ。優秀ってもくれるし、そういうことね、家族だから愛してもくれるから。ごめん。ちょっとその考えだと、そうだな。そうよ。あのね、違ってくれるわ。私あのこっちに最初挙げた理由は、レザーフェイスを最初挙げた理由は、うん、そのまあ。あそこ男家族で、うんうんうん、唯一の女として入れば、あ、可愛がってもらえる。で、その家族として生きるんであれば、その家族にいろいろそのご奉仕をね、うん、お家をきれいにするだとか、うん、の家政婦として生きればワンチャンあるんじゃないかなって思ったの。 あそこきれいにできる。そう、あのね、それをね、うん、ふっとまず考えた。ほこりとかじゃないからね。そう、あの時にはさ、まだ叫んでる人間が、うん、運び込まれてくるやん。それ今ちょっと耐えられないなって思ったのと、うん、ダミアンは確かにその自分が何の害も与えなければ、最終的にはサムニールというかっこちょっとかっこいい男になって、あ、で、そういうことね、しかも正解を牛耳っていくわけですよ、知らなければ。そうだよね。そう、ゆくゆくはこのホワイトハウスに住める可能性はある。ああ、そうか。そのどちらにせよ家族になれば、法に触れるのであれば、まだ心が穏やかな方がいい。そんなにいい話、ご近所に紹介できないよ。ご近所いないからね、母親目線ね。そうね。いや、逆にさ、うん、あの家に入ったらもう自分もそう染まれるかなみたいな、もうそういう人になれるかな。もう頭パーって、そう、頭もうおかしくなって、常識とは何ぞや。そう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 、常識とは何ぞや。そうなった方が楽かなって思って。あ、まあ、こっちはね、まだ若干両親が残るから、そう、こっちは普通に生きていけるよ。うん、まあ生きてるね。世田谷だって生きていける。確かに、こっちはもうなんか知らない人知れずなところで、すごい奥だよね。コンビニもないようなところに生きないといけないんだよ。あ、ほん子供だか
大丈夫、あそこ街中だった、引っ越すよって、うん、こっちが決めれる、そう引っ越す場所、いいお家だよって、ね、吉野さん高いですね、はい、決まりました、はい、ダミアンの方がマシ、うん、マシ、世田谷に負けました、はい、ではダミアン強っ、はい、うん、マシということはレザーフェイスが強い、あ、そう、レザーフェイスは強いんだ、お、いや、やっぱり一緒に行きたくない、そうだよね、でもこれもっと次は一種格闘技じゃないこの次は、はい、では早速次の対決いきたいと思います、次の対決は、ね、ミザリーに出てくるアニー・ウィルクスと、はい、あとフレディです、はい、はい、次のお題、はい、もしも生まれ変わるとしたら、生まれ変わるんですから、あなた方が生まれ変わってアニーになるか、それともフレディになるか、どちらも嫌でしょうけれども考えてください、あ、これでも悩むまでもないかも、僕なるかでしょ、そう、自分がね、うん、はい、全然余裕、はい、うん、あ、決まりましたか、決まりました、ま、なるならこっちがいいですよ、なるならこっちの方がマシ、マシ、はい、では札をどうぞ、せーと、これ同じじゃないですか、全部そうだよね、みんなアニー・ウィルクス、そうですね、ちょっとね、気持ちが分かるんだよね、私、え、どっちも、じゃあ、兄の、そうそう、なんか、愛情をか与えるからちょっと返してほしいって、今めっちゃ危ないこと言ってるよ私と付き合ったらって感じになってるよちょっと気持ち分かる、ちょっと気持ちが分かるなと思って、世間的には兄って看護師さんだし、あ、そうなんだよね、あれなのよ、いいとこ、いいのよ、多分すごく人としては別に優しい人ですね。なんか、まあ、そういうのがなければ。理性の蓋が開かなければ。そうだよね。そう。でも、フレディは、あの、幼児性愛者なんですよね。そうだね、そうだね。そうそう。で、あの、家燃やされたりとかしちゃうので。一回死ななきゃいけないから、ね。そう、一回死んでこれだから。そう。焼かれなくちゃいけないから。死にたくもないし。そうなのよ。だったらまだ、あの、なんか、あったら怒られるだろうけど、うん、まだ、うん、まだ、ミザリー、まあ、人間だしね、人間だしね、そうそう、人間だから、人間だし、ね、そうだよね、やり直せる、直せる死んだ後のフレディだったらフレディだったもん、あ、やりたい方でやる、うん、やってる方でやってみたいなんか好きなものにすごく強く愛情を注いじゃうっていう気持ちは分からんでもない、分かる分かる、分からんでもない、オタクだから、うん、実際はしないけど、まあそういうとこあるよねって、うん、ちょっと同情もできる、ちゃんと愛情返してほしいよねっていう、あるあるって、はい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 、無償の愛ってなかなかできないよねっていうのも分かる、あ、そういうことか、母親の愛だからね、無償の愛はね、皆さん、あの、生まれ変わってその映画の中に出てくるような生活で、うん、なると考えてもその結果で、いや、え、全部出ていいんですか、あ、いえ、その、あ、この映画の中の話になる、そうそうそう、あ、そうか、映画と同じ、バックボーンもね、映画と同じ生活、生活をする、にしてもミザリーかなー、にしてもアニーだなー、やっぱ一回殺されなきゃいけないからな、やっぱ人間の生活がいいから、そう、あー確かに、バレるのもさ遅かったじゃない結構、うん、でね、なんかバレるまでは普通にの生きてられて、うん、いい人だねって、うん、あの人はいい人だよみたいな感じだったら、うん、アニーとかいい、看護師さんだしね、うん、フレディやべえもん、確かに見た目もねそうだ、最終的には家にみんなが放火してくるから、確かにね、悪いことしたからですけど好きな人がお家にいるわけだから最高じゃないですかはい、わかりました、そうだね、確かに言われてみれば、わかりました、ではやり方が下手だっただけ、はい、そうね、そう、私はうまくやるあ、兄の方がまだマシ、まだマシ、まだマシ、フレディのが嫌だ、嫌ですね、ということでいよいよ、はい、うわ最終決戦です、はい、うわ最終決戦、もう終わりじゃないの、レザー、まだまだか、最終決戦、あ、そうだ、はい、あ、これ似たものが残っちゃったな、そう、ちょっと、ね、最後のシチュエーション、はい、いかんに、最後のシチュエーション、そうですよ、はい、シチュエーション時代、これは次残ったのが、あっちも強いもんだって、今まで残ったのがレザーフェイスと、はい、フレディです、はい、はい、ではレザーフェイスは青の札、はい、フレディは赤の札、うまくできてるな、うまくできてますね、はい、計算されていたかもね、はい、シチュエーションはもしも一緒に無人島に行くのであれば、え、仲間としてですか、うん、閉じ込められるってことですか、
とにかく一緒に無人島です。ちょっと待って、はい、迷うかな、分かんない、ちょっと待って、まあ、仲間になるか敵になるかはじゃあ後ほどのコメントで説明してください。一緒に行くっていうシチュエーションがまずフレディはありえないでしょ。だから仲間にできるかどうかは自分の手腕次第。あ、はい、決まった。ええ、早くない？てか、でも待って、無人島から出てもフレディはいるからね。うん、フレディ好きだから。フレディは無人島から出てもずっといるもんね。うん、どうして無人島に行くな、過ごすとかでいい？どうして過ごすとかでいいのかな、わかんない。殺されるなら嫌だよね。無人島にポンって2人で放り込まれて、放り込まれてで、そこでずっと過ごす、うん、やばい。だって、少なくともこっちは寝れないよ、あのエルム街の方は。無人島なのに。どっちがマシでしょ。どっちがマシ。だからどっちがマシ。じゃあちょっとあげよう、とりあえず。そうですね。もう皆さん決まったということで、はい、せーの、どう。あ、同じだ、全員。はい、レザーフェイス。レザーフェイスの方がまだマシ。まあ、圧倒的にマシですね。なんか対抗できそうな気がする。そう、まだ対抗できる気がする。なんとかなりそうな気がするんですね。私さ、レザーフェイスは人間じゃん、うん、こいつは食っていかないといけないわけ。そしたら共闘ができるし、ああ本当だね、絶対肉は噛めるね。そうだそうだ、本当だ。絶対食事は一緒に、そう、なんか多分どっかから肉、まあ何の肉かは置いといて私に見せないでってなるけど、そこでハヤミちゃん殺しちゃったら損なんだよね、こいつも。そう、ああ本当だ、頭いい。これは共闘ができる。本当だ。ただこの人は生きてないから。そうなんだね。しかもこいつなんなら無人島にでも出れるもんね。そう。あ、そうなの？あ、いや、夢の中にいるから。あ、そうかそうか。そう、出られちゃうの、自由に。そういうこと、ね、おいで、お前が死ねばいいじゃんって言って、死ぬの待ってるだけでしょ。私、こいつ殺すのが楽しいんだもんね。あー、ほんとだ、共闘できるわ。そう、一緒にご飯、まあまあまあ、まあ、待てと、じゃ、ドドドドドンってやってる。まあ、待て。英語喋るの？え、英語喋るの？だって、英語外人しょ。両方する。両方する。両方する。あ、そう、ほんとだ、両方言うこと。まあ、まあ、待てと。とりあえず、腹が減らないかと。そうだね、まず今1回目をぜ。私は敵ではない。そうだね、まず伝わんないんだよ、それ一緒に。まあ、でも料理見せればさ、あ、あ、そうか、うん、スッてスッて。そうかそうか。そんでお母さん感出せばいいんでしょ。やだよ、末っ子だから。そう、末っ子だから。末っ子だから。いい子、あなたは美人よって言ってあげればいいじゃん。母ちゃんだよ、ハンサム、ハンサムよ。え、見切れば、まあ人間だから、もし敵対したとしても勝てるよね。あ、うん、やっぱこっちはちょっと夢の中で自由自在だから、うん、敵対したら一人で対抗できないかな、うん、無人島で。そうだよね、うん、ジェイソンと、それこそジェイソンとレザーフェイスだったら悩んだ。あ、無人島だったら。なるほどね、うん、でもジェイソンは水の中泳げるもんね。泳げる、泳げる、ね、結構早いんだよね。そうそうそう、多分だから。でも最初溺れて死んでんだけど。そうなんだよね。そうだね。それを教訓にしてきっと練習してるけど、もうあんな風にはならない。じゃ大丈夫、私は魚は私が取るから肉をなんとかして。理屈は君に任せた。理屈は君に任せた。あ、仲間になったらでもこれほど強い仲間いないんじゃない？レザーフェイス。電気も切れるしね、この。感電して、電気どうやって、電気どうやってこれね、終わっちゃった、電池もう。じゃあやっぱ、か、そうだね、レザーフェイスだね。っていうことは、皆さん、レザーフェイスの方がまだマシ。マシということで、最強はフレディになりました。嬉しい、嬉しい、嬉しい、嬉しい。胸はね、コントロールできないから、できないから。ということで、シネガッチャの、はい、独断で決めた最強ホラーキャラクターはフレディになりました。よっ、あー、嬉しい、ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、ということでこんなでしたけども、はい、これまた次回別のさ、アクション、ハイアクションでどの俳優が強いかね。あ、最強、最強アクション俳優、まあ、やってみましょう。大事ですね。ということで今回も、はい、じゃあ面白かったです。じゃあ締めましょう。はい、締めましょう。せーの、シネガッチャ、また次回、またね。